じゃあやっていきましょう。ちょっと今の私の考えでは、この部隊とこの部隊を返して、多分そうするとね、この部隊がおそらくここに来て撃退をしてくれる。なのでユキちゃんも返しましょうと。でこの仁科さんが戻り次第この不可市場を攻めますという感じですね。で大学の助もここまでちょっと行って攻撃を見せる素振りをちょっと見せておきましょうという今の考えですね。まあそれでいいかな、ひとまずは。はい、じゃあやっていきましょう。はいはいはい、あ、やっぱりやっぱりね、やっぱりやってくれましたわ。さあ仁科さんが戻った、よし。じゃあ仁科さん全力でいざ戦場へ行きましょう。こっちは戻る気配を見している、見してはいない。じゃあ行きましょう、大学の助と一緒に。このターン中に取りたい。うん、これは普通に返せるでしょうと。戻ってきたかな。バカだから戻らないね、さっさなりまさは。さっさなりまさはバカなので戻らないと。さあ向上をしちゃいましょう。誰も出てこない。出てきた、あれ誰も出てこない、誰も出てこないのであれば囲んだ時点でやっちゃいますよ。囲んだ時点でまだまだかな。よし、じゃあ戦をしちゃいますよ、こちら側は。さてさて、どちら側から攻めましょう。こっちが空いてるね。じゃあこっち側から行きましょうか。あーでも線もいるのか、線もいる。まあ線がいたとしても、かしこまりました。まあどうすることもできないでしょうと。おお、仁科さんも来た。仁科さんも一緒に行きましょう、こちら側から。行くぞ。うん、こちら側からがね一番近い気がするので、仁科さんも。遊びは終わりだ。おお、風林火弾。さてさて、仁科さんも一緒に攻めてってください。行くぞ。さてさて、行きます。これで決めます。迅速したところで意味ないと思いますけどね。これが戦の作法よ。さあ敵を追い詰めつつ向こうもダメージを食らわせると。さすがだな、本当に大学の助強いな、強い強い。さあ一緒に攻撃して、敵城門突破しました。このターン中に終わらせましょう。かしこまりました。行くぞ。オッケー。さあ不可市場は取りましたと。取り返したぞ。さてさて、ちょっと待って、勲功100ずつしかもらえねえじゃねえかよ。取った
んだぞ。また来たな、さっさなりまさが。さっさなりまさが来たのはどうしましょうか。こちら側はなんとかしている。さっさなりまさはどうしようかといったところ。本当にどうしようか、さっさなりまさは。さっさなりまさはどうしましょうか。ちょっと大学生の助けをちょっと入れときましょう、入れとくというかここに置いときましょうか。で、西名さんもこの辺りに置いとくという感じでいいかな。ひとまず信長は飯田城に来る。これ深市城に回ってこようとしてきてんのか、バカか。またならばありがたいといえばありがたい。ちょっとこいつがでも気になるので、どうにかしましょうと。そうね、そうね、一回帰るかな、深市城は。ごめんなさいね、ちょっとすごい迷ってますね。この部隊が出てきてくんないかな。じゃあひとまずここで待機としましょうという感じですね。西名さんはちょっとそちら側で待機しててくださいという感じで行きましょうか。こっち側から来るのかな、どっち側から来る。離職殺人を今手に入れたと。ご命令を、先月の収支です。なか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 厳しいお話。そうですね、ここで頑張ってくれている。この部隊はこっち側から、こっち側から来る。飯田城の方に。もうこれは全然後から来るだろ、信長は。だからいい気もするんですけどね。さて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 。じゃあまたちょっと、考えてからやっていきたいかなと思いますので、はい。ちょっとまた内政だけしていきますね。はい。じゃあやっていきましょう。ひとまず、もうこの舞台はもう帰らせることにしました。もうね、待ってもね、信長がね、こっから来るということにね、内政するときにね、気づいてしまったんで。もうダメだということですね。でもうここをもう今ゆきちゃんをここにね、送らせてるんですけど、ゆきちゃんが騎士代もここに出しちゃいましょうという作戦で今のところ行きましょうかと。さあゆきちゃん来るかな。はいはい。で帰ろうとしてるよね。帰ろうとしてくれている。お、ゆきちゃんが入ったかな。じゃあ3人とも出しましょうか。法人でなっている。我が戦お見せしましょう。ゆきちゃんも200で法人で足軽ですね。出陣します。でこの方にも、この方300くらい入れとくか。出陣する。まあこんな形ですね。多分そのうちやられるんで早めに出しておくと。なかなかやられないの。あ、やられるね。
全然ダメじゃないですか。全然ダメじゃないですか。このね、今ちょっと建設中なんですよ。なんか知んないですけど、この狩り場をね、おそらく施設破壊されたのかなと思いまして。ああ、これ止まるかな、もしかして。帰れですんなり、あ、帰れないね。帰れませんでした。捕らえられる。我が領内に敵が迫っております。捕らえてないよね。よし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 。ということは時間稼ぎをしてくれてるので大丈夫でしょうと。逆の発想。逆の発想ですね。今3000もいるか。よし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 。あ、ついに信豊さんが出てきましたよ。まあ信豊さんが多分ね、行っても多分ダメだとは思うんですけど、まあいいでしょうというお話ですね。信豊さんにちょっと頑張っていただきたいんですけど、来るのが遅いな。お、敏腕を手に入れた。さてさて、お、こっちの方は終わりましたね。じゃあ普通にやっていきましょう。多分今連動がね少しずつ上がっていくとは思うんで、あ、これやるな。これ強撃状態になってる。もしかしたらさっさなりにまさだけは撃退できるかもしれない。影勝がこっちを狙っている。おお、斎藤智信さんも狙っているという感じですね。ほう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 。佐竹も終わりが近づいているということですね。さあ来い来い来い。何？なんすか？なんすかあなたは。はい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 。よし、じゃあやっていきましょう。よし。オッケー。じゃあちょっと今やってきますので、ちょっとだけお待ちください。はい、じゃあやっていきましょう。まあ次のターンになるまでに、ある程度やっておきましょうということですね。ああ、またお前こっちか。じゃあ、こっち側で、後陣で行きましょう。で、この部隊は、なんとかこっちから横やり入れられないかな。で、こちら側で、ゆきちゃんはこのままで。うん、こんぐらいでいいのよ。こんな感じかな。さてさて、カズマスさんも来たと。かしこまりました。で、横槍を入れると。行きましょう。こっちの矢は届いていないかな。こっちの矢は届いていない。もうちょっとこっちにならないとダメかな。なんかフラフラしてんなあいつ。今こそ殲滅の時です。なんか言ってるぞあいつ。なんか言ってらっしゃる。早く来るなら来い。早く来るなら来てくださいと。これは矢が飛んでるかな。あ、飛んでるね。よし、じゃあ今孔明で。さあこんな形でやっちゃってください。
あー動かないで、今いい感じでやってるので、いい感じでやっているので動かないでください。よしよしよし、こっちも動かないでね、あんまり卑怯で卑怯で、カズマスさんをやっちゃってください。さてさて、もう一回離れた方がいいか、もう一回離れた方がいいかなと。よし、さあ一回中断しましょう。信忠はあともう少しというとこですね。うん、まあいい感じかな。こっちはどうなっている？こっちから向かおうとしてんのか、勝頼が頑張って。なか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 ですけど、はい、じゃあちょっとね、ターンだけ進めていきましょうか。さてさて、ご命令ください。報告いたします。ご命令ください。先月の終始です。といったところで今回は終わりにしましょうかね。はい、ちょっとどれぐらいカットしたか分かりませんけど、結構収録時間はねいつも通り長いので、はい、ここはなんとかならんか、ならんな、きっと。あ、でもちょっと上がってる、これ真の武士とかかな、真の武士とかが発動したかな、もしかして。うん、あ、そうだ、勝頼もちょっとあれじゃないですか、勝頼のあれだ、ちょっと待ってください、ちょっと待ってね、ゲーム中編集、武将、勝頼、武田勝頼、え、勝頼いないの？勝頼って一番上じゃないの？大名、え、大名ってダメ？武家、拠点。人物。武田勝頼で見てみましょうか。武田勝頼、ダメなんだ、これ、きっと。勝頼は多分変えられないんですね。それか、今、あれだ。出陣中だからだ、きっと。ですよね、多分。信豊もおそらく、今、出陣中だから変えられないとかっていうことかな。ゲーム中編集。武将情報。信豊もいませんもんね、今、多分、これね。武田信豊。そうですね。じゃあまあ今回はしょうがないかな。次出陣するときには、はい。ちょっとは強くね、さしてあげようかなと思ってますんで、はい。ちょっとでもチートすぎるかな、ちょっとやりすぎるのは。はい。ちょっと喋りが長くなってしまいましたが、今回はこのぐらいでやめていきたいかなと思いますので、はい。で、もしこの舞台を全部撃破したら、ひとまず飯田城を取ろうかなとは思ってますが、こいつなんだ、飯田城に来てるな。飯田城ちょっと取りたかったんだけどな。難しくなるか。まあいいや。はい、じゃあ今回このぐらいでやめていきたいかなと思いますので、また興味のある方はですね、チャンネル登録などして次回の配信連絡お待ちください。ではでは、またねー。